ワンパーということで、リドルジョーカー実況、続きの方をやっていくんですけれども、いやー、前回はごちそうさまでした。いやー、任務っていうものはなかなか難しいですね。うまくいかないことを、まあ、ばっかりと言いますか。ね。はい。まあ、プレイヤー側はね、うまくいくことばっかりなんですけれども。じゃあ今回もどうなっていくのか、期待して見ていきたいなと思います。サトル君のバカ、アホー。転入初日からこんなことするなんて、勘違いされた。絶対に勘違いされたよ。うん、悪かった。本当にごめん。すまないと思っている。24じゃねえんだよ。そもそもどうやってあんな際どい場所にシートを張ったの？事故だ。あれは完全に事故だったんだ。とにかく今回のことは俺のミスで、七海には迷惑をかけたと思ってる。っていうかさ、あの、迷惑をかけたと思ってるじゃなくて、ちゃんと場所教えようぜ。どこに貼ったのか、その概要というかさ、素形部ってだけでさ、てか七海さんも調べねえのがあれだけどさ、言葉の意味を。素形部ってどこだっけつって胸をまさぐり始めるっていうね。わけわかんなかったんだけどね。この埋め合わせはするから。本当？お？本当だ。絶対？絶対。じゃあ許してあげる。許すんだ。ちょっとこの学院における社会的な地位が結構やばくなってますけどね、七海さんは。まあでも許すんだな、それは。ありがとう。なんだこの会話。でもやっぱり明日から怖い。クラスで浮いてたらどうしよう。まあ浮くだろうな。それかそっち系の人がこう浮き足立つだろうな。あれ、あんな可愛い子がまさかみたいな。そういえば転入初日の今日はどうだった？疲れた。予想通りみんなの前で自己紹介させられて、うん、しかもその時噛んじゃったよ。いやでも七海さんが噛む分には可愛いで終わるからな。まあでも明日はどうなるか分かんないけどね。そう落ち込むな。小さな失敗を見せといた方が相手も話しかけやすくなると思うぞ。うん、まあ確かに話しかけてもらえたよ。おお、すごいよね。初対面の人間に明るく話しかけるなんて、まさにコミュ力お化け。ちょっと七海さんは陰キャなところあるのかな。どうなんだろう。でも結構ね、人懐っこそうだけどな。人懐っこいってなんか動物みたいなこと言ってるけど、うん、なんか別にそのね、コミュニケーション能力というかさ、そういう能力的には、うん、どうなんだろう。なんか悪いようには思えないけどね。でも明日からは避けられるかもね。うん、誰かさんのおかげで。そのことは本当にすまん。もういいよ。任務として必要だったのは理解してるから。そう言ってくれると助かる。お詫びはちゃんとするからな。約束だからね。わかっている。それで本題なんだが、セキュリティはどうだった？うん、ちゃんと調べたよ。想定した通り校舎側のセキュリティは厳しくない。お昼のうちに仕込みもしておいたから、サトル君なら侵入するのも難しくないと思う。おお、すごいね。あとはこのシートでうまくいくかどうか。私が頑張って回収したんだから、成功することを心の底から祈るよ。だろうな。そうだな。サトル君の方こそ下調べは済んだの？ああ、校舎のセキュリティ体制は把握した。映像記憶で何度も確認したから間違いない。映像記憶、記録じゃなくて映像記憶。うん、話だけ聞いてるとすごく便利そうだよね、それ。何それ。どういうこと？記憶？能力なのそれ。写真記憶、直感像記憶とも呼ばれる。それは目で見たものを写像、ん？映像や写真のようにそのまま記憶することができる。これはアストラル能力じゃない。お、え、何？個人的な能力？誰しも幼少期には意外と使っているのだが、成長するに従って普通は失われるものらしい。あー、なるほどね。そっか、まあそういうものがだんだんいらなくなってくるから。
俺も同じだ。普段からこんなことができるわけじゃない。脳を活性化させることで短時間で映像記憶として覚えることができる。へえ。あ、やっぱ脳をこうどうにかするっていうことなのかな。なんかそのアストラル能力的には脳関連なのかな。それこそが俺の本当の能力、脳のコントロールだ。おお、なるほどね。脳のコントロールか。じゃあ記憶もコントロールできんの。エイムスに登録している身体能力の強化も、要は火事場の場が、いや、やっぱそうなんだな。なるほどね。だから限界を超えるその脳のリミッターを解除するってことか。コントロールして。無理やり出力を上げているに過ぎない。なので、制御を間違えれば筋肉を痛めるし、骨を折ることだってある。今回使った映像記憶にしたってそうだ。あんまり使いすぎると、頭痛が起きるけどな。今は痛くない？問題ない。行くぞ。うん。へえ、なるほどね。脳のコントロール。すごいね。そこ、カメラがあるから左に寄りすぎるなよ。わかった。てかもう本当に任務にすぐさま取りかかるんだね。で、ここは腰を引くな。あ、低くな。やっぱりカメラがあるから。カメラの数重すぎだよ。腰が痛い。ほらこっちだ。中腰のまま俺たちは茂みの中を走り抜けた。9月だってのにまだ暑いな。おお、警備員がちゃんといるね。じきに涼しくなるさ。だといいけど。ほら行くぞ。まだ巡回は残ってるんだから。ちょっと待てって。この警備員の人たちはさ、アストラル能力は使えないのかな。まあでもなんか法律的に使えないとかってなってたけど、こういう場所に限ってはこう特別に OK とかね。アストラル能力者いっぱいいるからな。そういうわけではないのかな。警備員が俺たちの目の前を通り過ぎる。行ったぞ。そっちはどうだ。待って、今やってる。タブレットを素早く操作するナナミ。なんかタブレットの光で気づかれない。大丈夫。繋がっている先は校舎のセキュリティシステムだ。よし、切り替えた。あんまり長いと怪しまれるから3分間だけごまかしてるけど、これでいける？3分間？なんか嫌な予感がすんな。あのムスカーさんみたいな。十分だ。校舎に近づき体の出力を上げた。湧き上がる力でナナミの体を抱え、パルクールのように壁を登っていく。そして窓から校舎の中に忍び込んだ。おい、マジかよ。すげえなそれ。いや、バカジバのバカ力にしてもおかしくないかよそれ。そうして侵入に成功した俺たちはようやく目的の部屋に、部屋の前に立つ。あとはこの扉を開けるだけ。ナナミ。うん。ナナミはセンサーに近づき、その身を張って回収したシートをかざす。そうだね、その身を張ってね。だが反応はない。やっぱりダメか。反応が弱いのかな。探索しながら俺とナナミは顔を見合わせた。一度引き返そう。あれあれと、キビスを返そうとした時だった。部屋の中からカチャリと会場の音がした。サトル君、今のって。ん？ああ、間違いない。俺はナナミに軽くうなずいてからドアノブを回す。すると抵抗なく扉は開いた。大丈夫か？暗い部屋の中に人の気配はない。ナナミを部屋の中に引き入れてからドアを閉じて鍵も閉める。慎重にドアの向こうの様子を探るが物音はしない。窓に近づき外を覗き見ても人影はない。静かなものだ。気づかれてはなさそうだな。成功だな。みたいだね。よかった、私の努力が無駄にならなくて。いや、まだわかんないよ。なんかこんな会話してないでさ、なんか盗聴されてるかもしれないんだからな。淡々とやった方がいいんじゃないか。本当の目的はここからだ。ああ、そうだね。すぐ
かに始めるよ。大丈夫なんかな。どうだ。焦らない。焦ったところで処理速度が上がったりはしないんだから。暗闇の中、ナナミは青白い光を浴びるようにタブレットを覗き込んでいた。何？いや、映画とかアニメみたいにキーボードをカタカタとかターンって叩かないのか。まあそういうのもあるかもしれないが、まあもう今はな、そんなことはまあちょっとあるかもしれないけど。叩かないよ、ツールを走らせてるだけだもん。まあな。まあそういう描写の方がロマンはあるんだけどね。叩いてもいいけど全くの無意味だよ。そういうものか。まだかかりそうか。完全隔離して安心してるのかな。侵入を想定してない感じがする。まあそうか、なるほどね。そこまではまあやっぱさすがに無理だろうと思って、この真由先輩というか、まあ学園側も、まあ、対策してないのか。セキュリティがそこまで厳しくないからもうすぐだと思うんだよね。あ、言ってるそばから行けた。あとはちょちょいっと魔法をかければ完了っと。あ、それは映画とかアニメっぽいでしょ。もうこの緊張感のなさよ。それはともかく、もうエイムスにアクセスできるのか。ちょっと待って、検索検索、検索する方法はどこだろう。こっちは違う、こっち、ああ、あった、これだ。それで調べるアストラル能力は認識阻害だっけ。そうだ。何人いる。登録されてるのは社会人が一人に学生が一人、両方とも男の人だよ。社会人一人、学生一人だけ。情報を出せるか。できれば顔も。うん、写真も登録されてるから。はい、これ。一人は小野清国。おお、化学工業系の会社でアストラル研究に携わる研究者。研究者なんだ、小野清国。なんかすごい名前だな。まあとりあえず覚えておきましょう。これが社会人の方か。身長めっちゃ全部出てくるのね。身長183センチ。おお、でかいね。体重85キロ。がっしりしているわけではなく、やや肉付きのいい体をしている。その顔立ちは大きな体に見合ったややいかつい印象。こっちの男は気弱って感じじゃないな。カツアゲされそうには見えないね。もう一人は菅秀人。なんかすごい、あれですね、今のこれ撮ってる時点の総理大臣にはすごい名前が似てますね。はい、俺たちと同じ菊花学院の1年。身長168センチ、体重48キロ。おお、なんかスタイル良さそう。先ほどとは違い痩せすぎの体格。確かに痩せすぎか。眼鏡をかけている。こちらは見るからに気弱といった印象を受けた。普通に考えればこっちだろうが、人は見かけだけじゃない。念のために二人とも映像記憶の、記憶で頭の中に保存しておこう。なるほどね。よし、覚えた。それじゃあ撤収。ああ、長居は無用だ。了解。最後にお掃除をしとかないとね。お掃除な。あれと、ナナミが端末の操作を続けた時だった。え、気づかれたの。突然校舎の外でアラームが鳴り響いた。外、警報。え、嘘、あ、なんで、そんなはず。ん、何かミスった。なんだ。窓に駆け寄りそっと外を覗くと、人影が慌ただしく動いているのが分かった。だが彼らは校舎に近づいてくるわけではない。おう、むしろ校舎とは反対方向に動いているように見える。え、どうした。どうしよう。
下の罠、トライの木馬、恒星防壁、画面にバベルの文字列が落ち着け落ち着け、ちょっと落ち着け。本当に引っかかったのは不正アクセスなのか？うん、今のところは特に変化はないけど、でもこのアラームが。ならバレたのは俺たちじゃないみたいだ。そうなの？まあそうだよね、まあ、バレたとしたら、まあここっていうのがね、もう割れちゃうからね。だって ここぐらいしかさ、このね、学園というかそのこの胸の中ではさ、あのエイムスのアクセスできるのここぐらいしかないからね。逆にバレちゃうと思うけど、でもみんな見当違いの方に行ってんでしょ、外に。ナナミは慌てず落ち着いて痕跡を消せ。うん、分かった。俺はちょっと外の様子を調べてくる。見つかったらどうするの？というか一人にしないで、お兄ちゃんお兄ちゃん、お兄ちゃんをな。心配はもっともだが、撤収するルートを確認しなきゃならん。すぐに戻ってくるから、それまでに作業を済ませておいてくれ。でももしその間に誰か来たら？こっちには来ないと思うが、人の気配を感じてもステルス機能を使ってこの部屋から動くな。どうしても逃げ出す必要があっても校舎からは出ないようにしろ。すぐに助けに戻ってくるから。分かった。お兄ちゃんを信じてな。俺が外に出たらすぐに鍵を閉めろよ、リーナ。キビスを返して扉のノブに手を伸ばしたその時、ん？あの何？なんだ？気をつけてね、お兄ちゃんもう妹だな、こういうところは。あ、すぐ戻る。いや、かっこいいね。まあ、サトルくん暁って言おうとしちゃった。ステルス機能で身を隠しながら自分の能力も発動。脳を活性化させて五感を研ぎ澄ます。ああ、でもそういうこともできるんだね。いくら脳をコントロールできると言っても、さすがに聴力や視力を飛躍的に上げるようなことはできない。だが、集中力を高めることで、通常よりも感覚を鋭敏にすることはできる。やっぱり、校舎に人気はない。警戒の対象は外側。誰かが外から侵入して、引っかかった。とにかく、もう少し状況を確認しないと。いやー、なんか、やばそうだね。外が。あ、あ、綾瀬さん。何してんすか？帰りが遅くなったみたいな？疲れましたか？おー、かおりさん。あ、いえ、その、すみません。少しだけ。謝らなければいけないのはこちらです。ごめんなさい。いろいろと頼ることが多くて。今週はもう仕事の予定もありません。ゆっくりしてください。はい、ありがとうございます。それでは先生、私は寮に戻ります。ええ、ぐっすり寝て休んでください。はい、それでは。いやー、忙しそうだな。あれ？セキュリティアラーム。なんで？綾瀬さんたちは何もしてないのか。一体何が？どうしたんだ？どうしたの？綾瀬ちゃん。え？本物の綾瀬ちゃんだ。あー、なるほどね。張ってたのか、まさか。そしてちょっとこう前に出た瞬間にアラームがこう、あっ、あーってこうなんかもう目を取られた瞬間にちょっとセキュリティが。何者です？いや、違う。え？俺は決して怪しいものではなくて。絶対怪しいね。そんなところで綾瀬ちゃん、綾瀬ちゃんとかで出てくる時点でもう絶対に怪しいんだよね。ただ俺は、綾瀬ちゃんに会えるって聞いたから。本当に会えたよ。会える？あ、ここで待ってればってこと？なんだろう。なんか仕込まれた感じがするね。侵入者？警備は何を？三笠さんは私の後ろへ。ここは関係者以外立ち入り禁止の場所です。うん。どうやってここに入ってきたんですか？うるさいな。俺は綾瀬ちゃんに会いに来ただけで、あんたに用はないんだよ。そのファンっていうのがいいね。なんかそのファン A とかさ、なんかさ、あのなんかそういうのじゃなくて、もうただファンっていうのがいいね。侵入者はあそこだ、急げ。
綾瀬ちゃん、ぜひ握手とサインを。ここに来て。こら、よさないか。おとなしくしろ。せめて握手を、綾瀬ちゃん。三笠さんは寮に戻ってください。いや、まあさすがにな、ちょっとまあ熱狂的なファンは嬉しいかもしれないが。ですが柿本先生、あなたがここにいては彼は興奮したままです。そうですね、興奮したままですね。まずは彼に落ち着きを取り戻してもらわないと話もできません。ですからここは私たちに任せて戻ってください。わかりました。おう、こいつどこから入ったんだ。どうやってセキュリティを突破したね。てかもう一人いるかもしんないんだからさ、なんか先生でも何でもいいから、ちょっと綾瀬さんについていってね、一人か二人つけてあげたらいいのにね。知らない、セキュリティなんてなかったぞ。俺はただメールで教えられた通りの時間に来ただけで。なんだなんかすごい気な臭くなってきたぞ、このセキュリティの話が。そしたら本当に綾瀬ちゃんがいたからね、聞いたとかね。メールだと。なんだ、そのメールの主は誰ですか。うん、知らないよ、フリーのアドレスだったんだ。へえ、そんなメールに従ったっていうのか。確かに確かに、なんでそんなメールにね。だって本物を生で見れるって書かれてたから。そしたら本当に見られた。まあでも確かにな、まあ、見られはしたが、お前の人生は、ちょっとね、嫌な方向に行ってしまったかもしれないが。そんなバカな。とにかく、詳しい話を聞かせてもらう。うん。さあ、立って。言いたい、言いたいって。いや、なんだこの、嫌な感じ。びっくりした。まさか、学院の敷地内にまで入ってくる人がいるなんて。なんか、綾瀬さんのその事情を知って、でないとね、こういうことできないもんな。いや、なんか内部の犯行なのかな、何なんだろうね。ちょっと謎だね、そのメールの送り主は。でもどうやって中まで入ってきたんだろう。うん、で何を狙ってんのかだよな、そんなことをして。それを誘導した人間がいるということ。おっとこれはあれかな、学長かな。なあれ、え、なんだ今の声。あ、今のが本命ってこと。そりゃほら、もう一人にするから。なあ、ダメなんだよ、こういう時にさ。人の気配はない。なるほどね。それで、こう、ちょっと、なんていうの、こう、誰かいないかって、こう、その現場の近くをこう探させて、一人こう、避難してる間に、その避難経路で待ってるみたいな。ってことかな。今の犯人の声か。めっちゃイケボだったけどね。できれば警備員が今どこにいるか把握しておきたいんだが。研ぎ澄ました五感のうち、聴覚が繊細な音を拾った。些細なかな。これは人の声だ。すぐに俺は声の元へと向かった。あ、なるほどね。あ、ちょうど、みたいな。駆けつけた先で見た光景に思わず息を飲んだ。話しなさい。昼間聞いた取材から戻ってきたんだろう。派手な服を着た三笠さんが黒い服に黒い目出し帽をかぶった黒ずくめの男たちに拘束されている。いやもう最悪じゃん。何してんだよ、もう誰も本当ついてこなかったんだな、警備員というか。まあ服装だけなら俺も人のことは言えないんだが、にしてもなんだこの状況は。なんだよな。さっきのアラームを鳴らしたのはあの二人か。警備員がすぐに駆けつけてきてもいいはずだが、その気配がないな。何者だ。いやってことは警備員ぐるみでもないよな。何か、うん、なんだろうね。恭平が言っていた熱狂的なファンにしては違和感を覚える。自分と似たような雰囲気を感じる。あー、なんか裏の人間というか。しかも三笠さんが拘束されているのはカメラの死角だ。あー、じゃあやり手だな。あそこが死角だと気づいているのか。あなたたちは何者、私に何をするつもり。静かにしろ。襲撃者、男の一人がナイフを取り出した。え、やばくね。これはまずい、非常にまずい。
三笠さんの細い首にナイフの刃が突きつけられようとしている。だが警備員が駆けつけてくる気配はない。仮に警備員が来たところで何とかなるだろうか。すでに三笠さんは拘束されているの。俺の仕事は他にある。とても重要な任務だ。ここで飛び出せば本来の仕事にとってリスクにしかならない。あーでもな男悟る、ここは行くしかないみたいな。それは分かっている、分かってはいるが、それでも見過ごせないまあそうだよなそれが主人公だ。頭に浮かんだその一言に突き動かされるように俺は大地を蹴っていた。物陰から飛び出した俺は黒ずくめの男たちに向かってまっすぐかける。おいまずは男たちの意識をこちらに向けさせる。高額迷彩だと。狙い通りだ。予想外の展開に男たちは目を見開き、その驚きが隙を生み出した。ほんのわずかな一瞬に過ぎない隙だが、そのチャンスを決して逃さない。まずはナイフの方を無力化。側面から男の腹部に肘を打ち込み、三笠さんの体から弾き飛ばす。倒れずにたたらを踏みながらも男は耐えた。肘を受け止めたのも柔らかな脂肪ではない、鍛えられた硬い筋肉の感触だ。いやーってことはやり手だ。え、何これ誘拐ですか。やっぱり一般人じゃなさそうだ。そのまま相手の懐へ滑り込み、一気に体を跳ね上げる。顎への突き上げを食らった男はその場で垂直に落ちるように倒れて昏倒。まず一人、この間に残った男は硬直から立ち直っていた。流れるような動きでこちらとの距離を詰めてくる。その手にはやはりナイフが握られていた。躊躇なく刃が俺に襲いかかる。だがこの暗闇の中、俺はステルス機能を維持している。相手は正確な距離感をつかめないはずだ。自分の有利を把握し、落ち着いて強靭を避け続けた。くそ、当たらない攻撃にじれた相手の動きが大きくなった。すかさず振りの大きくなった腕を絡め取り、そのまま肘の関節を決めてしまう。おおいやすごいね、ほんと武闘系だね。いや痛そう。いやいやいや、もう音がやばいな。思わず苦痛を漏らす男の手からナイフがこぼれる。動きを封じたまま俺はさらなる一撃を入れた。相手の体から力が抜け落ち、滑り落ちるようにその場から倒れて昏倒した。なんかね、こうギュッと、あーでもさすがにあれか、落とすよりはどっかこう気を失わせた方がいいのか。これで制圧完了。したのはいいのだがいいんだがな。な、何、何なの。そうなるよね。やってしまった、やってしまったそうだね、これはまずいね。完全にこれ綾瀬さんに気配を察されてしまったし、これ大丈夫なの。これ迷彩はしてるけどさ、命の危機に関わるような女の子がいた。飛び出したこと、助けたことに後悔はない。そもそも俺は自分の能力で人を助けたいという思いから突般で働くことにしたんだ。そのことで処分を受けるとしても、それは覚悟の上なのだが、そのせいで親父に余計な手間をかけるのは心苦しい。いっそこのことを報告せず、いやそっちの方が問題だな。正直に報告して素直に処分を受けるしかないか。あなたたちは一体。ステルス機能は維持したまま、顔を見られた心配もない。ああ、そっか。じゃあもうここから立ち去るしかないって感じかな。反省は後回しにして、今すぐここを離れよう。まあさすがにね。何も言わずに逃げ去ろうとする寸前、足元で何かが動いた。え？邪魔をするな！しまっ！浅かった！最初に倒したはずの男が予想より早く意識を取り戻していた。すごいね。それもすごいけどね、意識すぐ取り戻すみたいな。低い位置から腕が跳ね上がり、その手に握られたナイフが俺の脇腹のあたりを切り裂く。いやーやばそう、痛そう。
はずだった。そこに三笠さんの姿がなければ、あ、そのままか、そのままこう避けたと同時に避けさせたと同時にその軌道上に綾瀬さんがいるってこと。え、ああ三笠さん言っちゃった言っちゃった。不幸にもナイフの軌道に入ってしまった三笠さん、切りつけられた小柄な体が力なく後ろに倒れ込む。え、やばくね、やろう。側頭部に叩き込まれた蹴りによって男の体が吹き飛び、今度こそ完全に昏倒する。それを確認すると同時に倒れた三笠さんに駆け寄った。無事か。ちょ、いや、離して。落ち着け、俺は敵じゃない。え、その声もしかして有原君。余分なやり取りを省くために俺はストレス機能、ステルス機能を解いた。やっぱり。何、何なの、何がどうなってるの。まあでもここはもう見せるしかないか。そんなことはどうでもいい、今はそれより胸の傷だ、早く止血しないと。止血って、え、あ、胸。ん、ちょっと待って待って、ストップ、大丈夫、怪我なんてしてないからちょっと分かっちゃったかな俺ちょっと俺分かっちゃった、いや気づいちゃった、気づいちゃったですねこれね。そんなわけないだろ、俺の代わりに切られたのをはっきりと見たんだ、傷口を見せろ、せめて応急処置をしないと。落ち着こう、一旦落ち着こう、ね、お願いお願いだから落ち着いた方がいいよね。あ、ダメ、ちょ待って、やめて、ダメずりずりと後ろに下がろうとする三笠さん、そんな彼女が胸元を押さえる腕を俺は無理やり引き剥がした。なっちゃう、これ、これじゃない、これじゃない。と、切り裂かれたシャツの胸元がまくれた。それほどまでに、深く切り裂いた一撃。あらわになった胸元から覗くブラジャーも、今は気にしている余裕はない。いや、むしろ、ブラジャーも切り裂かれていることが、傷の深さを物語るようだった。まだ気づかないか。まあ、さすがにな。うん。もうほとんどの人が気づいてるかもしれないけどな。うん。でも、変だな。これだけ深く切られているはずなのに、出血がない白身だな、もう。俺なんでこんな白身にやってんだろう。そして、血が流れる代わりに、ポトリと何かが落ちた。お、おっぱいが、あ、なんだこれは。なんかこれ下に落ちてるのなんでしょうかね、これね。なんかでっかい木の実ですかね、これね。あれ？一瞬、あっ、が切り落とされたと思ってしまったが、そうじゃない。ブラが、裂かれて、ん？こぼれ落ちたのは、乳房ではなく、布製の何か。角の丸い三角形の何か。初めて見るけど、これって、もしかして、パッド？まあそうなるよね。まあどう考えてもそう、にしか見えないですよね、この状況ね。しかも、布製のパッドだけじゃない。確かに。ちょっと着込んでますね。切り裂かれたブラジャーの下。あらわになった胸はシリコン製のブラジャーによって盛られている。そうだね。盛られた上でさらに盛ってんだもんな。二重で盛り付けられていた。というわけか。何を言ってんだお前。つまりナイフの刃が切り裂いたのは三笠さんの巨乳だけであり、実乳には届いていなかった。うるせえな。なんだその巨乳ね。はい。むしろパッドが犠牲になったおかげで彼女の胸は無事だったのかもしれない。はい、ということはこれはね PAD 証明終了ということですね。はい、ネタをくれた人ありがとう。何にしろ目を見開き
硬直している彼女を何とかせねばなるまい。いや、どうしようこれ。この乙女の秘密は同性であろうと知ってはいけない類のものだ。それを知ってしまった。しかも男である俺が。可愛すぎない？何この声。顔を真っ赤にした三笠さんは今にも泣き出しそうだった。ちょっと待ってくれ、落ち着いてくれ。襲撃者を捕まえる必要はあれど、今ここで大声を出されるのは困る。そうだね。一回ね、ちょっとカームダウンしてもらって。そのためにもまずは現状を冷静に把握して落ち着いてもらわねば。落ち着けってあなた、この状況でそんな。そうだよね、普通そうだよね。悪かった、三笠さんが怪我をしたと思って慌てたが、勘違いだったんだな。最初からそう言ったじゃない。なのにそれを無理やりひんむいて。本当だよね。なんでこんな恥ずかしめを。すごい声、すごい。どっから出してんすかその声。いやだってバットのおかげで助かったなんて想像だにしなくて。ビキあーちょっと目が。まさか。いやー、まあそれで怪我をせずに済んだんだから感謝をすべきかも、すべきなのかもしれないが。ブチン。いいね、真っ黒画面だよ。この入り方いいね。ビキからのブチン。いやいいですね。言うにこと書いてパッドのおかげで助かった。胸が偽物でよかった。バカにして。ちょっと待って。いや、あの言葉のチョイスが悪かったけれどもね。すいませんね、なんかね。くぬー、かわいいな、もう。早く攻略したいな、綾瀬さん。ちょっと待て。その受け取り方には悪意を感じるぞ。誰がチブタイラーだ。ちょっと待って、落ち着こうね。誰も言ってないよそんなこと。チブタイラーともね、あの巨乳会長タイラーとも言ってないから誰もな。そんなあだ名はつけてね。こっちから叫び声が。もう結果的に叫ばれたな。大丈夫ですか三笠さん。まだ侵入者がいたのか。くそ、まずい。一刻でも早くこの場から逃げないと。大体どうしてこんな時間に外で何をしてるの。それにさっき透明になってたのは。それはあなたは一体何者なの。俺はその。三笠さん、どこです。声がどんどん近づいている。時間がない。俺は君を守るためにここに来た。なるほどね、そういう感じにしたんだな。お前もこう、なるほど、綾瀬さんファン的な感じでちょっとこの場をやり過ごそうってことね。はぁ、気づけば俺はとんでもないことを口にしていた。まあチョイスは悪くなかったかもしれないな、それは。ビドルジョーカー。まあ言葉のチョイスはもうこのとっさの状況ですからね。ほんととんでもないことを口にしてくれたもんだよ。本当だよね。もうここはもうどうしようもない状態になっちゃったね。はい、ということでじゃあ今回は以上にしたいなと思います。いやー、やっぱ PAD 証明完了でしたね。いやー、すごかったなあ。そういう入り方なんだね。あの歯がそのあの一枚絵はしてたんですけど、歯がさ、こう一回サトル君を狙おうとして、その直線上そのところにこう綾瀬さんがいて、そこにスバッとこう入っちゃったんだ。でそこでちょうどね、こう胸のところにこうズバッていくわけだ。はあ、いやー、不運でしたね。いろいろとね。はい、ということでじゃあ今回は以上にしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあ次回はね、ちょっとこの雰囲気のまま、まあ、綾瀬さんとどう付き合っていくのかというところですね。じゃあ、バイバイ。